今夜のホームカミは国民的アイドルグループ出身のあの人が里帰り。この AKB48 のメンバーの中にふるさとが外国という方がいるんです。それは昨年 AKB を卒業した秋元さやか。現在は舞台や映画などを中心に女優として活躍中。そんな彼女のふるさとは大小およそ7000島からなる常夏の楽園フィリピン。青い空と海に囲まれたのどかな島で彼女は育ちました。フィリピン人のお母さんを持ついわゆるハーフ。生まれたのもフィリピンでした。そうなんですか。すげえじゃん。これぞフィリピンの夜というか。あ、ラブタンだ。安いな。フィリピンの代表的なトロピカルフルーツランブータン。子供の頃からの大好物です。うん、うん、お店もあるんですけど、こうやって歩いて売りに来る人もいっぱいいて、なんかバス停で待ってる時ずっと食べてます。これマサラ。そんな秋元さやかの里帰りに同行するのはあの人。ねえ、楽しみです。こちらも AKB48 の卒業生、篠田麻里子。モデルや女優として活躍中です。秋元さんとは AKB がまだ無名だった結成初期から8年もの苦楽を共にした仲間。でも2人で旅なんかしたことないんです。2人きりで旅行もなかったですし、仕事の部分でしか見てない部分がすごいあったと思うから、そういう意味では新しい発見ができそうな気がする。そんな篠田さんを連れてフィリピンへ里帰り。今回は特別な思いがありました。この夏、ふるさとフィリピン公認の観光大使に任命されたんです。まさにふるさとに錦を飾る里帰り。フィリピンの良さをもっともっと日本の人に知ってもらいたい。全くそのフィリピンに対して知識の詳しくないマリコがどういう反応してくれるんだろう。なんかドキドキはする。なんか緊張もする。そんな心配をよそに。あ、ダイビングいいですね。熱帯魚とか見たいですね。バナナも本場のバナナ食べたい。やっぱり海ですよね。こうリゾートっていうイメージ。バングロ見分けますね。今回なんかもう全部さやか任せにしようと思って。本当ジャングルに来た。初めて AKB のメンバーを連れてふるさとへ。仲間に見せたかったフィリピンは驚きの連続。26年ぶりに知った自分の誕生日は、で多分 AKB に入ってから結構いい感じ。そして仲間に告白したアイドル時代の苦悩とは。面白そう。これハーフだから何が悪いのっていうのは常にあったけど、日本大好き外国人、世界の村に里帰り、世界ホームカミバラエティホームカミ。AKB48 のプチ同窓会里帰り。そこになぜかヒロシです。AKB の握手会に行きたくて CD を買いました。邪魔しに行ってるじゃない。今回アイドル2人のサポート役に任命されたヒロシ。この日は秋元さんとご対面。はじめまして。はじめましてですよね。26年前、お母さんのふるさとフィリピンで生まれた秋元さん。生まれて間もなく両親と日本にやってきました。小学生の頃は毎年春休みを利用してフィリピンにあるお母さんの実家に里帰りしていたそうです。その暮らしはというと、
見てください写真。ほら豚の丸焼き。ちょっと何これこの写真。うわすげえ。これ豚でしょこれ。そうだね。本当に丸焼きだな。あのその買ってきた豚とわーって遊んでたらもう3時間後これになった。わ衝撃だから。えマリコさんもこれ食べるの？でしょ？思いますよね、そうやって食べさせます。本当？でのあのマリコだけじゃなくて。あ。こんにちは。おお。そうなんです。今回は秋元さんのお母さんも一緒に里帰り。フィリピンにいた頃は美人で有名だった化粧品販売員。日本人のご主人に出会ったのもこの頃でした。どういうお母さんですか？ずっと笑ってます。大丈夫、どうにかなる、なんとかなる、できるできる、ポジティブな、これがダメっていう。娘さんがフィリピンの観光親善大使に任命されたということですね。うれしいよね。だって誰でもできない。うれしいよね。何したい？泳ぎたい。池に帰らないと。観光大使に任命されて初めての里帰り。岸本さんに自分のルーツ、そしてフィリピンの魅力をたっぷり伝えてもらいましょう。出発当日。お母さん初めてでしょ？初めてです。はじめまして。初めてのこの田です。お願いします。ほっとしました。ね、なんかね。お母さん、かわいい。想像と違いました、ちょっと。嘘？なんかもうちょっと、なんですかね、細い。待って、すぐいじりました。どういうことなの？出発前からテンションは最高潮。いざフィリピンへ。始まりましたよ、はい。2人 AKB で、まあ、8年やって一緒、9年ぐらい一緒でした。実際どうなの？仲悪いでしょ？仲悪かったら連れて行かないですよ。出会いの感じなんかちょっとギクシャクしてる。一緒に目を合わせる。本当に初めて一緒に旅行行くので、なんか照れくさくって、なんか最初の今のシーンはちょっと恥ずかしかったのありますよ。なるほど。やっぱり、ね、そんな感じしたもん。すごい、なんていうんですかね、さやかと出会った時が初っ端こうガンつけられたんですよ。出会いが出会いが喧嘩腰って何なんですか？覚えてる、そのガンつけた日。覚えてます。なんか初めて見る芸能人だったんですよ。マリコの時が、そう、先輩でどんなもんじゃいって思ってたんですよ。正直私たちも自分もこれから頑張ってかないよろしくお願いします。多分見ちゃったんだと思う。本当にガンつけるすごい根性あるなと思って、すごい好きになったんですよ。それからすごい仲良くしてもらって、そうなんずっと。あれ軽くうなずいてるやつ。流してくるね。 AKB ファンの代表として来たんです。あ、そう、AKB ファン。この二人が揃うっていうのはどういう感じ？二人がね、じゃあ僕らが中学2年生だと考えます。はい、全員中学2年生。そしたら篠田さんは中3の綺麗な女の先輩。あ、そうだ、大人だから。そう、そういう先輩なんです。で、秋元さんは中3で部活頑張ってる先輩。秋元さんはそういう先輩。で、そのトップ2が心の内は何を抱えてたんだ。お、見て、どんな見方なんだ。中2で俺からしてみたら、もう両方と中してできないですよ。日本から直行便で4時間半。4人はまずフィリピンセブ島へ。秋元さんのふるさとカモテス諸島へはここからフェリーで向かいます。そうなんだ。良さそうじゃん、カモテス諸島。美しい海に囲まれたセブ島、ね、秋元さんはいつもこの海を見ながらふるさとに帰っていました。あ、ここがフェリー乗り場です。フェリー乗り場。そう、豚います。あ、豚が変だ。わ、ガンガン寄っていくね。すごい、間近でこんな豚見ることないね。初めて豚こんな間近で見たの初めてだもん。これ
フィリピンではもう普通なんですか？そうですね、フェリーで大量の豚ちゃんがいつもここ車に乗って、これはちなみに何を？これ多分豚焼き、丸焼きにされてる豚焼き。丸焼きじゃなくて何？あのバラバラね。もっと怖いから。怖いですよ。どうやらこの豚もフェリーのお客さんみたいです。2時間くらいかな。2時間、結構乗るんだね。結構乗るね。秋元さんのふるさとカモテス諸島へはセブ島から1日6便出ているこのフェリーが唯一の交通手段。島で暮らす人や商売をする人たちにとって大切な生活の足なんです。綺麗じゃん。海綺麗だよね。フィリピンありのままで。テンション高いな朝から。ここにめっちゃ高いんです。港を出ておよそ2時間、秋元さんのふるさとカモテス諸島が見えてきました。面積は東京の山手線の内側とほぼ同じぐらい。およそ9万の人々が暮らしています。到着到着。あ、ウェルカムカモテスアイランド。わわわ。お客さん、俺の移管した車に乗ってきな。だから車も派手に。カモテス諸島での移動といえばこのオープンな乗り合いタクシー。観光客を呼び込むドライバーたちの車自慢もこの島の名物なんです。これ見てください、見てください、これビーチで嘘でってる人いる。さあここからは4人もこの車で移動します。秋元さん、実家に帰る前に篠田さんに見せたい場所がいっぱいあるんです。ジャングル。確かに、あ、なんか何気なくもこれが当たり前のように見せたけど、確かにジャングルって言われたらジャングル。立ち寄ったのはカモテス諸島最大のマーケット。ここはまさに島の台所。採れたばかりの新鮮な魚や果物がずらりと並びます。というわけで、まずはフィリピンに行ったらぜひ食べてほしい秋元さやかおすすめの珍味をご紹介。バロットはいかが？あ、これだこれだこれ、めっちゃ美味しい。バロット行くとね。秋元さんが大好きというフィリピンのキングオブ珍味バロット。一見普通の卵、しかしこの後とんでもない光景が。うわ、もうちょっと待ってよ。この番組は明治と、ご覧のスポンサーの提供でお送りします。フィリピンのキングオブ珍味バロット、一体どんな食べ物なのか。あ、これちょっと大きくなりすぎてる。うわ、もうちょっと待ってよ。なりすぎてる。バロットとは孵化寸前のアヒルの卵を茹でたもの。フィリピンでは有名なスタミナ食です。ほら毛生えてる。孵化する直前って一番栄養があるんですよ。あ、なるほど。マジかマジかマジか。一個丸々いくの。うわー、ちょっとまだ骨もできてない。いやー、やばいこれ。すげえな。半分します。いや、俺いらない。半分食べればいいじゃん。あんた行くのかね。なんと篠田さん、バロットに挑戦。えらい、えらい。ダメな人は本当ダメ。無理しないで、無理しないでいいからね。無理はしないで。無理しないで。すごい。ナイスブロー。あ、美味しい。すごい。いや、マリコ平気でしたね。これ平気ですよ。マリコ様はね、トライするね。すごい。初めてでしょ。ひよこみたいな。ただ毛と目が合うと
こうそういう リアリティがすごいあるあ、ね、食べた時にその毛の感じって分かるんですか、食感的に歯にこう残る感じ、わかります、あちょっと残るかな、男の人が相当精力的になる、あ多分そう言われると男の人頑張って食うから好きだって食うのまずくてもそういう風に聞いたら、あそう需要競争、そういう風に需要競争でこの風にやらせる秋元さやかが教えたいフィリピンの魅力、続いては篠田さんも楽しみにしていた海、透き通ったカモテスの海は知られざる穴場のリゾートのはずが、ちょっと違う、想像と違うんですけど吹き荒れるこの日は台風の影響でこのアリサが来てたんだ、綺麗で、ついてねえな、気分だけでも海行きましょうよ、いやでもそう、ま、マリコがねもうすごい楽しもうとしてくれてるからもう楽しめるよさすがは元 AKB、暴風雨の海でも絵になります、そんなことで TV 撮れちゃうんですね、きっちり偉いわ、寒いし絶対寒かったです、絶対寒いよ、おすすめのフィリピン、続きは後半で、気を取り直して家路に向かいましょう、秋元さんのお母さんの実家があるのはカモテス諸島のサンフランシスコという町、サンフランシスコという地名は16世紀スペイン領だった時の宣教師の名前が由来と言われています、町の人たちの多くはスペイン人の血を引いてるそうです、狭いところから顔出したり、ちっちゃいっていうか小さい頃ずっと遊んでたこの辺ね、いや、うん、あ、これだ、ここ、ここ、これだ、これおお、これ星マークついてる、でっかいよね、大きいじゃん、子供の頃毎年来ていたお母さんの実家、今はおじさん夫婦が暮らしています、あれおじさん、なんかいっぱい人がいる、なんか結構大変な見てる、なんかジャガーの人いる、いっぱいいる、すごいすごい、わー、すごい大家族、さやか大家族、たくさんの親戚が到着を待ってました、小さなこの町ではほとんどが親戚なんです、さやかのポスター、さやかのポスター、いや一番だよ、親戚これ半分ぐらいですか、今日半分、4分の1、4分の1だって、4分の1すごい相当多い、ほら握手してもらいなさい、一言のさ久しぶりの再会、なんかシャイな感じのね、いつも YouTube で見ているの、あなたも見たことあるわ、さやかの部屋があるの、そう小さい頃泊まった、さやかの部屋がある、出た弓矢さやかが、ちょっと待って、実際ポスター増えてきて、わーかわいいね、秋元さんが使っていた部屋、いつの間にか増えていたポスター以外は昔のまんま残していてくれています、すごいの筋肉が私、ここで寝泊まりしてた、これも変わんない、見ない、これも、ね、あ、そう、これ懐かしいんじゃない、そう小学校の時の、ね、こっち感じだ、あの、なんだっけ、だここに来ると時間が止まってるんで、だね、なんかそんな感じだね、すごいなんかタイムカプセルみたいな、なるほど、全部が思い出だよね、小学校の頃は春休みに開催されるフィリピンのお祭りが里帰りの楽しみでした、可愛いドレスを着せてもらって踊ったのも懐かしい思い出、パンパンでしょ小さい頃からお母さんのハイヒールを履いて階段を駆け上がっていたんだ、履いて走っていったら抜けたんです、板がどこが階段の板が抜けたんですか、スリムになってよかったよ、ねえ、すごくぽちゃぽちゃ、あ、そうなの、小豚みたいだったのおじさん、歯どうしたのどうしたの、入れ歯が緩くなっちゃって使えないんだよ
さあみんなでランチをしましょうとお母さんが秋元さんを連れ出しました。なんかやってるよ、なんかいっぱいいるよ。やってまいりましたのはなぜか町の体育館。待っていたのは町の親戚たち総勢100人。みんなで秋元さんを歓迎するパーティーを企画してくれていたんです。ステージに登ると秋元さんのフィリピン観光大使就任を祝う横断幕がやってくれました。マジか、めっちゃ踊り始めた。地元の高校生による歓迎のフィリピンダンス、島に伝わる水鳥の伝説を表現しているそうです。町を挙げての大歓迎。それだけ秋元さんがフィリピン観光大使に任命されたことは島にとっての誇りだったんです。嬉しい、ブラボー、ブラボー。いやもうびっくりよね。私も初めてです。本当なんか普段一緒にいたか分かんないけどすごい人なんだなって思ったでも驚くのはまだ早い。フィリピンのお祝いの席に欠かせないもの、そう、あれですよ。フィリピン観光大使秋元さやかの里帰り歓迎パーティー、いよいよメインディッシュが登場です。笑ってるよ。まるまる一頭豚の丸焼き。おらめて。あれ切ってくるんでしょ。おいしく隅々まで食べて。これは豚の丸焼きは秋元さんが里帰りするといつも親戚が庭で焼いてくれた懐かしいふるさとの味。表面の皮がパリパリになるまで5時間じっくり焼いていくんです。でもそこ美味しいですよ。これはでも外パリパリで、ね、超うまそうね。すごいな。わ、なんかすごい。あ、美味しい。うまそうだよ。うまいよ、美味しそう。香ばしい、美味しい。油が乗ってんな。秋元さんにとっては15年ぶり。篠田さんも気に入ってくれたみたいですね。うん、すごい距離感ですよ。王様だ、王様だ。さらに秋元さんにここでとっておきのサプライズが。なになにこれ、払いが起きてますか。あら、ありがとう。秋元さん、今回の里帰りで26歳の誕生日を迎えるんです。あ、ケーキ。素敵なケーキ。お母さん、娘のためにこっそり計画していました。すごい。初めてフィリピンでお祝いをしてもらったバースデー、忘れられないふるさとの思い出がまた一つ増えました。秋元さんのふるさとカモテス諸島から南に60キロフィリピンボホール島。この島に観光大使として篠田さんにどうしても見せたいものがあるんだとか。私も初めて見る。でも本当に可愛い。本当に可愛い。可愛いの。可愛いもの。可愛いもの。秋元さやかも会いたかったボホール島のアイドル、果たしてその正体とは。
よろしくお願いします。これリゾートっぽい。いいね。案内してくれるのはこちらのリトさん。大きな声を出したり火をゆすったりしちゃいけないよ。 OK お目当てのアイドルは森の中にいるようです。なんだろう、チーズマイクだった。びっくりした。びっくりしたよ。こういう時あるよね。こういう時はね、あるんですよ。すごい、見つけたみたいな顔してた。とここでリトさんの足が止まりました。リカイツスメル、匂いがすると先に見つけたんだ。いた？マジか、マジか、マジか。いた、いた。うわ、かわいい。初めて見る、初めて見る生き物。超かわいい。こちらがボホール島のアイドル、体長わずか10センチ、世界最小のメガネザル、ターシャ。ターシャはフィリピン政府が保護を進めている珍獣。この一帯の森はリトさんが管理する保護区域で100匹ほどのターシャが生息しているそうです。餌があるの？餌あげられるの？これ何ですか？それはダメだ、ね、フィリピンの野生児秋元さんもバッタは大の苦手。バッタはターシャの大好物です。すごい、かわいい、かわいい、かわいい。どうやら餌に気づいた様子。かわいいじゃん。せっかくだからあげればいいのに。あー、すごい、すごい、すごい。結構な勢い。食べ方がグロい。結構グロテスクな映像。頭からいきました。さあアイドルのお食事タイムですよ。すごいよこれ。すげえなこいつ。可愛いんですけどね。歯ないだろ。歯面白いこれ。これ面白いですね。可愛いちっちゃい。もうちょっと大きいの想像してた。赤ちゃんだけが残った。リトさん、親とはぐれ自力では生きていけなくなった生後1ヶ月のターシャを保護していました。すごい可愛い。リトさんが育て人に懐いた赤ちゃんターシャ、特別に触らせてもらいます。全く出てきた。ターシャ全く出てきた。かわいい、かわいい。あーかわいい。ターシャのぬいぐるみ作った方がいいよ。全く出てるやつ。全く出てきた状態で。触ってもらって。いいよ。首のあたりを触ってあげて。すごい。こう気持ちいいんだ。ネック。うわかわいい。ここ気持ちいいんだ。お父さん名前つけてるんですか？つけていないよ。ヒロシ。おい、それでいいのか。ヒロシ、ヒロシ、ヒロシです。あ、ヒロシって向きますね。バッタが食べたいと。なんか似合ってる。ヒロシ。ヒロシ。続いては秋元才加おすすめ、日本のテレビ初公開の絶景絶叫スポット。日本のあのなんだろう、テレビ、うん、入るの初めて。大丈夫なやつ。大丈夫なやつ。やってきたのは今年オープンしたばかりのアドベンチャーパーク。結構急だね。山道を登り続けること15分。すると、わあすごい、めっちゃいい景色。うん、おー、わあ、目の前に広がるこの不思議な地形、マグマの活動が生んだという1200もの丘はチョコレートヒルズと呼ばれています。すげーじゃん。寒気になって草木が枯れるとチョコレートのように見えることからこの名がつきました。あーすごい、珍しいね。頑張って登った甲斐がありましたね。でも
テレビ初公開はこれではありません。違うの？あれ何？おい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 、何これ？これが今回日本のテレビ初公開というボホール島の最新アトラクション、バイクジップ。地上150メートルに張られたワイヤーの上でサイクリングをしながらチョコレートヒルズの絶景が楽しめるんです。危ないんじゃないですか？二人チャレンジャーだよ。目を閉じてとにかく漕げばいいのよ。果たして二人は漕ぎ出すことができるのか。ちょっと怖いよ。いやこれよくやんだもん。地上150メートル日本初公開の絶景アトラクションに挑戦。ちょっと怖いよ。この状態のまま15分、なかなか踏み出す勇気が出ません。心臓止まりそう。下を見ちゃダメよ。ドンとルックったって見るよね、そりゃ。そしてついに相当怖いなこれ。これよくやったわ。これやばー、軽かった。すごいすごい。下見ない方がいい。絶対下見ない方がいい。あーでもなんか大丈夫、飛んでみたい。チョコレートヒルズ見える？いいんじゃない？チョコレートヒルズ見る余裕はあまりちなみに片道275メートル、帰りも自力で漕いで戻ってこなければいけません。やばい、上からマリコだ。出た、相当な上からマリコ。最後は歌う余裕を見せつつ7分間の空中サイクリング終了。おっ、イエーイ、すごいね。やっと帰ってきました。ただいま。いやお疲れ様。超怖い。でもなんかちょっと強くなれた気がする。ね、分かる。お二人で、うん、ね、克服して。ね、さやかやったね。やったね。なんか絆が深まって。絆が深まって。マリコがいなかったら多分ちょっと。そうだよね。いや、私もさやかがいたからここまで掘れました。いいね。理想的よね。なんかお互いで。本当にそう。ちなみに上からの眺めはこんな感じ。ね、これさ。こういうのってサマーズさんやってきてんの？これはやれない。 AKB という青春時代を共にした2人。カンパリーナ、カンパリーナ。これだけの時を一緒に過ごすのは卒業してから初めて。いろんなことを感じていました。どうだった？どうだった？もう普通に高校で育ってきてるからわかんないのよ。なんか AKB 時代なんでこんなにすごい下手物とかいろんなもの食べれるんだろうって思ってたら今日分かりましたね。で何でもこう挑戦する部分がやっぱさやかのところですごいなって思ってたから。2人が出会ったのはおよそ8年前、まだ AKB が結成されたばかりの頃でした。1番秋元さやかです。今ここにいることを楽しみながら歌っていきたいと、歌いたいと思いますので聞いてください。当時秋元さんは自分がハーフであることを公表していなかったんです。あの最初の頃は言わなかったんだよね。なんかハーフっぽいなとは思ってたけど、うん、なんか、まあ、フィリピンのハーフって言うとちょっとなんだろう、まあ、偏見だったりというのもたまに。なんかフィリピンって言われて知らないこともあったの？いやなんか他の海外のハーフからとはちょっと違うっていうのは思ってた。なんかフィリピンのハーフって言われて別にハーフだから何が悪いのっていうのは常にあったけど、うん、でもねそれを否定するってことは家族を否定することになっちゃうし、
だから自分が肯定することによって家族も母親とかも言わないけど、うん、やっぱ嬉しいよね。な多分、うん、今こうフィリピンのなんだろう観光親善大使にもなれたから、うん、それはすごくありがたいし、なんかもっと頑張ろうって。楽しかったよね今日。楽しかった。あの雨でも楽しめる方法があってさ、なんかこれは自分の中で特別な旅になったな。うん。うん。なんかいいね、二人。いいですね。そうですね。今までゆったりした、うん、一緒にいたんですけど、またなんかちょっと甘えてもいいのかなって、もっともっと。でもやっぱりそのさやかの、まあなんだろう、今まで隠してたっていうか言えなかった部分とかそういうものも聞けたので、なんかこう新しいさやかを発見できたような気がして。あのマリコのイメージ多分ちょっと変わった。いやいや変わった。非常にいいですよ。順応がすごい楽しかったですけど、もうほらそれまでは悪いわけじゃないから。でもでもプライベートというか昔だよじゃないけど、あのはっきり言うあの名言、昔だよ潰す気持ちで来いよみたいな、あのイメージだったから、こっち来いよお前たち、こっち来いよ、ね、潰すつもりで来てください。私はいつでも待ってます。でもなんかこの旅では全然違う、大笑いしたね、うん。でもさやかと言っていつもこういう感じですよね。なんかお姉ちゃんになってくれるんですよ。そうか。うん。で本当に困った時は私がすごいマリコを頼るみたいな感じで。いいですね。はい、この旅でさらに深くなりました、フィリピンの首都マニラ。実は秋元さん、この街に初恋の人がいました。あら、おすごい、そういうのなんかどっちか。15年前の秋元さんの隣にいるこの人、かっこいいじゃん。フィリピンの人気俳優イスコ・モレノさんです。俳優さん。日本のイベントに出演していたイスコさんに秋元さんが一目惚れ、記念撮影をせがんだんです。イケメン好きなんだ。今の自分を見てほしい。やってきたのはなぜかマニラ市役所。今マニラの副市長。平井さんじゃない、副市長さんになってんの。そうなんです。役所の人が会いに行きたいなと思って。マジか、ドキドキですね、はい、そうなんです。日本の観光大使が挨拶をしたいと副市長室へ。ドキドキする、なんか嫌だな。ちょっと嬉しい、恥ずかしな感じをね。あれから15年、秋元さんは観光大使、イスコさんはマニラ副市長になりました。果たして秋元さんのことを覚えていてくれてるでしょうか。かっこいい、かっこいい、かっこいい。15年前、秋元才加が一目惚れしたフィリピンの俳優イスコ・モレノさん、マニラ副市長になった今でも覚えていてくれるんでしょうか。はい、こんばんは。でも面影あるね。この方が秋元さんの初恋の相手、イスコ・モレノ、マニラ副市長。マニラ最大のスラム街スモーキーマウンテン出身で、ゴミの山で俳優にスカウトされました。その後貧しい幼少期の経験から政治家を目指し、今では将来の大統領候補と呼び声も高いそうです。ええな。 My name is Sayaka Akimoto. I'm ambassador of goodwill Philippine tourism. Wow.よく来てくれたね。日本といえば好きな場所が2つある。秋葉原。あとは京都だね。ang dulis siya sa Akihabara, doon ang ano nila, yung AKB48 kasama siya doon, mga idol. やはり秋元さんのことは気づいていない様子。I play with when I was a child. Oh, that. Do you remember?これは驚いた。シャマダ、シャマツド、チバ。本当に？このまま大人にならなくてよかったね。小豚みたいな女の子だった。みんな言うんだ。こんな気
綺麗になると思わないもんね。ずいぶん綺麗になったね。この時の写真撮ったね、少女がね、親善大使になってるっていうこと、どう思われます？とても誇りに思うよ。この国は観光地を宣伝したり、保護できるほど豊かじゃないんだ。観光の発展に力を貸してほしい。それ彼女、彼女やるよ。新鮮大使頑張ってフィリピン観光大使秋元才加は26年前マニラの小さな救急病院で生まれました。でもお母さん、そのことをずっと内緒にしていたんです。日本で生まれたってずっと言われてて。あ、そうなんだ。そうなんですよ。引き出しが私家にこう上の方にあったんですけど、でこうやって開けた時に母子手帳ボンと落ちてきて、何気なく見るじゃないですか。そしたらフィリピンマニラって書いてあるんですよ。マカって書いてあるでしょ、生まれが、うん、そう、親から嘘つかれてると思われたんですか。それはなんでそう大きくなったらそのお話にしようかなと。だってもしね、例えばフィリピンの生まれたとかね、もっといじめ あるんじゃん、いじめの、いじめ小学校の時あったんですよ、低学年の時。秋元さんが、そう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 、フィリピン人フィリピン人っていうすごい言われる時期があって、だから多分それも気にしたんだと思うんですよ。そう、だからアイキドでやらしたの。やられたらやれしたそうやれたやれたやれっていう、そう、よく頑張ったね。ね、よく頑張ったね。よく頑張ったな。え、ここでなの？こっち。お母さん、娘が大きくなったらいつか一緒に行きたい、ずっと胸に秘めていた場所がありました。出産前から通っていたマニラの教会です。え、なにこれ、このちっちゃなさやか、そうそう、さやか、え、どっか、さやかさん来てるの、ここに、わー、本当だ、そう、あ、分かんなかった。ここは秋元さんが日本に渡る前にキリスト教の洗礼を受けていた教会。フィリピンの親戚たちが集まり祝福してくれたんです。これお味噌、写真に写っている洗礼の器も当時のまま。妊娠した時もいつもここで、あの、妊娠した時、そう、さやかのお腹、そうそう、元気で生まれると、ね、そう。言葉も通じない日本での子育てを前に、お母さん、何より丈夫な子に育ってほしいとここで祈りを捧げていたそうです。まあ、生まれてから病院とか行ったことないんですよ。うそ、なんかネギ負けとか、それどこで覚えたの？だから小学校の時ずっと風邪くと焼いたネギをタオルでずっと巻いて学校連れてかれてたんですよ。ネギここつけたまんま学校行ってるからみんなに臭い臭いって言われて。臭いよね、それね。ずっとネギ元ってずっと言われてた。ネギ元タフがあるんです。タフがあるのよ。ありがとうございます。ありがとうございます。よかったね。この日も新たな命のために洗礼の儀式が行われていました。26年前ここでお母さんの腕に抱かれていた女の子は立派な女性へと成長、国を代表する観光大使になって帰ってきました。自分のルーツに頑張る勇気をもらった今回の里帰り、これからも走り続けます。二人とも変わられましたね。大好きな日本、そしてフィリピンのために。丈夫になられてね、はい、やっぱり母と一緒に行って、うん、こんなこと思ってたんだっていうことも知れたし、マリコを、あの、一緒に来てもらうことで、こう素直に、あ、フィリピンってこういう風に見えてるんだっていうのも、新鮮な気持ちでフィリピンのなんか旅を楽しむことができたので、自分にとってもこう記憶に残るというか大事な旅になりました。さあ、それでは今回のまとめを片尾武さんお願いします。やっぱり毎回思うんですけど、
ヒロシっていらなかったんですよ。いや、大きな仕事してましたよ。そんなことないですよ。ヒロシさん、長旅だったんですけど、うん、ヒロシさん、ちょっと好きになっちゃうかもしれない。いや、そうね、そういうのあるんだよね。旅行った人みんな言うのよ。ヒロシ良かったんだよ。でも、俺らは見せるのこの V だけじゃん。ヒロシなんかやってる。